本日はこちらでございます。小池屋ポテトチップス、のり塩、瀬戸の醍醐味、期間限定でございます。瀬戸内海の海水源、愛媛県産青のり、瀬戸内産素材塩ということでございます。うわ、熊本にいながら瀬戸内のねものが食べれるなんて幸せなんでしょう。隠し味に愛媛県広島県産のレモン、これ多分あれだね、岩木島のレモンだね。これレモンいるか、レモン、はい、まあ文句言ってないで食べましょう。はい、食べてあげてください。ちょっとあげてください、お兄さん、ちょっとあげて。はい、はい、どう開けた100円高いもん。はい、ということで見た感じは、はい、こんな感じでございます。はい、普通の青のりのチップスでございます。レモンが入ってるとか、匂いがレモンの匂いがするんじゃないですか。うん、全くしません。味の方はどうでしょう。うん、うん、うん、ちょっと湿気てるかも、もしかしてこれ買ってね、多分1回ずれね、あげてないんですよね、これ。うん、でもまずくはない。うん、というわけで、小池屋ポテトチップス、のり塩、瀬戸の醍醐味でした。醍醐味味じゃなくて醍醐味なんですね。はい、皆さんも買ってみてね。じゃあねー。